どうも皆さんこんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボークの最新情報についてお話ししていこうかなと思います。 V ジャンプ公式チャンネルで公開された情報になります。祝2周年コクリア決戦の金木と有馬がついに登場。覚醒で姿や性能、イラストまでが大きく変貌するぞということで、コクリア編の覚醒金木がついにインボケに参戦します。早速スキルの方を見ていきましょう。まずスキル1から。スキルまだダメ、レベル5。3ターンの間自身の攻撃力を3倍にする。敵単体に攻撃力 ×1.8 倍の6連ダメージを与え、武器耐久値をマイナス8する。これ覚醒前ですけどかなり強いですよね。このスキルだけでもこいつ単体で戦っていけるだけの力はありそうです。この間登場したサイコもそうですが、スキル1で大きなバフがかかって覚醒後の火力につながっていきます。スキル2、これが覚醒のスキルですね。スキル、それが僕だ。バトル終了まで永久覚醒状態になり、自身のスキルゲージ増加量が2倍になる。この永久覚醒は初めて目にする能力ですね。今まで覚醒は最長で5ターンだったような気がします。5ターンあれば駆逐も耐えきれますし、もしかするとこの先もっとターン数のかかるバトルが実装されるのかもしれませんね。最後に覚醒後のスキルです。スキル、それが僕だ。3ターンの間味方前衛の防御力を 2.25 倍する。3ターンの間敵前衛の攻撃力を 0.2 倍にする。敵前衛に攻撃力 1.8 倍の6連ダメージを与える。これはまた1段階インフレが進みましたね。味方の防御力バフは誕生日ムツキの2倍という倍率を超えています。さらに敵の攻撃力デバフは助走10増の 0.4 倍を超えました。ただこのスキルを発動させるまでには長いので、金木をどう守っていくかがポイントでしょう。言えるのはかなり、いやマジで超ぶっ壊れの内容ということです。まあ、今公開されている情報と実際に実装された時の性能は違っているので、ここからさらに強くなるかもしれませんが、修正されて、若干弱くなる可能性もあります。今回は以上になります。次回は有馬の方を紹介していきますので、よかったら見てください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。